どうも、タカオヌスです。ヤクモの野望のこちらの EX 探索さん、ソロフルオートでワンパンできると思いますか？この敵の体力は非常に高く、やたらフリー属性が多いです。そして結界も7枚のため、フルオートだとフルブレイク可能です。フルブレイクなしだと、軽くでゴリ押すしかないのですが、全バレットが木属性で、幻想鏡特攻も刺さる、キッチョーで弱点を狙ってもご覧のありさまです。火属性、月属性耐性を持つので、ヘカーティアや皮膚よりひめでも難しいです。可能性があるとすれば、月戦型マリサ、バレットが星属性有利多めなので注目しました。ウェーブ開始時に燃焼が付与され、ラストワードも単体をターゲットにすれば火力を増すため、表面弾によるデバフでご利用してみます。手札は可能な限り陽光をプラスしました。さて、どうなることやら。上振れたら倒せました。今回の復刻イベントの EX は全て敵が1体で高耐久なので、皆さんもいろいろ遊んでみると良いかもしれません。ご視聴ありがとうございました。